皆さんこんにちは、ウェストコースブルーインのデレックです。今日もビールを紹介いたします。今日紹介するのはじゃじゃん、フルホップアルキミスト24回です。今回は、新ラベルの色違い、ちょっとピンク紫でアレンジさせてもらってます。今回使っているのはシトラとワカツと、ギャラクシー。どんな味でしょうか。味見させてもらいます。よろしくお願いします。色がやばい、色がいい。さっきピルスとサワー味見したのもちょっとなんかびっくりしました。見た目がずっしりしたっていうか、ちょっとあのなんていうの、くすんだ黄色ですね。ちょっとクリーミーな感じ、泡もいい感じですね。香りいきたいと思います。というかもうここで香ってます。結構ダンクですね、香りが。わお、これなんかレモンのケーキじゃないけど、ね、あのパイ生地っていうか、ちょっと甘い印象あるんですけど、では味見します。いやでもその甘さがない、あの WCB らしいエイジです。キレがあります。あのドライです。こうな、うん、あいや、あのやばいです。めちゃくちゃ美味しいです。あの、まあ、これもグレープフルーツな感じですね。あとそのさっき言った香りにあったレモン感がちょっとなくなって、これはなんだろう、ダンクさめっちゃありますし、めちゃくちゃ口当たりいいし、なんだろうね、これは。うん、バニラ感がありますね。ただね、甘くない、甘すぎない。でボディがめちゃくちゃしっかりしてるのに、そこまでかすかに、ちょっとまあ動画じゃ映らないですけど、あの際の方行くと割とこう透けて見えるっていうか、うん、そこまでじゃないのに、うん、すっごい飲みやすいです。あの危険なやつです、24番は。あのこれは何が特徴で出てるか、シトラではないと思います。あの間違いなくワカツが勝ってるんじゃないかなと思いますね。まあ、量的には3つともあの同じ量入れてるので、いやー、できいいっすよ。あのぜひ24番アルキミスト好きな方試しやれ、よろしくお願いします。